怒りのせいよ。かの者を癒したまえ。わあ、痛くなくなった。お姉ちゃん、ありがとう。どういたしまして。ひよりちゃん、こっちの荷物も運んでもらっていいかしら。はいはい、ちゃんちゃん任せて。私も手伝うよ、ひより。壊れたオムニフォークの処分はあらかた終わったからね。うん、お願い、姉さん。みんな本当にありがとうね。おにぎり作ってきたから、ちょっと休憩にしましょう。あ、すみません、ちょうどお腹が空いてきたところで。おいしそう。それからね、さっき兵士の人が私のところに来て、あなたたちにこの手紙を渡してって。何かしらね。え、兵士さんが、あ、この符帳って。ネネカからの手紙か。ソルオーブっぽい宝石が大江戸の質屋にね。ま、腕の立つ冒険者とかがソルオーブを持ってる魔物を倒しちゃったりしたら、そういう店に流れてもおかしくないけどね。ネネカの情報網ってどうなってんのかしら。自分の分身を魔法で何人か作って変装させて、あちこちの情報収集をさせていると言っていたよ。クリスティーナもだが、セブンクラウンズたちのデタラメさには驚かされてばかりだ。最近はネネカさん、カイザーインサイトさんに吸い取られた魔力も戻って元気なんだって。マサキさんもいるしね。ただその分身の一体がレイジレギオンに奪われてしまったらしくてね。不完全ながら能力を解析されてしまって、これ以上大事な任務には使いたくないそうだ。なるほど。ではトゥインクルウィッシュの皆様はそのオーブを求めて大江戸に向かわれるのですか。そのことなんだけど、美食殿のみんなに一つ相談に乗ってもらいたくてね。実は今こちらですぐ動けるのがユイだけなんだ。そうなの？町を離れてた分もっと思って、私お手伝いをたくさん引き受けちゃって、しばらくそっちの約束でいっぱいいっぱいかなって。私もペコリーヌから少々協力を依頼されていてね。まあ正確には王宮から私の家なんだけど。と、そんなわけで私と日和はすぐには動けないんだが、せっかくアリカの分かったソルオーブをみすみす放置はしたくない。他の誰かが手に入れてしまうかもしれないしね。あと6個も集めないといけないんだもん。奪い合いになっちゃったら大変だよね。クリスさんにお願いできればよかったんだけど、今はランドソルを挟んで反対側だからね。でもユイちゃん一人で行かせるわけにもいかないし。確かにね、敵がよっぽど弱っちいってわけじゃないなら、壁役なしの魔法使い一人っきりなんて危なっかしくてしょうがないわ。それで私たち美食殿にソルオーブ集めの協力を要請したいというわけなのですね。いかがでしょうか、主様。あありがとう、キズ君。街で何かあっても一方通行の定員魔法陣を使えばすぐ戻ってこれるものね。この間のトゥインクルウィッシュのみんなみたいに。ああ、まあそれはそうなんだけど。
キャル様？あ、ごめん、私とペコリーノはちょっと無理っぽいわ、一緒に行くの。くーくー、またまた始まっちゃうのかしらね。変態不審キャッツキャルちゃんの私コミュ障なんです劇場が。違うわよ、てかいきなり湧いてくるんじゃないわよ、害虫エロ妖精。シェフィーとこいつにその歯でしゃぶらせるわよ。しゃぶらないわよ。私はおやつでもおしゃぶりでもないわよ。ちょっと、もう。おやつならこっちのお菓子の方がいいよね。コッコロちゃんが焼いてくれたクッキーとっても美味しいし。恐れ入ります。それにトゥインクルウィッシュの皆様もだいぶ私たちのやりとりに慣れてくださったご様子で。はじめは喧嘩でも始まるんじゃないかって面食らったけどね。でもそれが君たちなりの親愛表現だと今は分かっているから。親愛の表現なんて別にそんなことないし。うんうん、キャルちゃんのそういうのはツンデレって言うんだよね。うっさいわ、誰がツンデレよ。わあ、怒られちゃった。なんだか嬉しいな、キャルちゃんも私たちと一緒にいること慣れてくれたみたいで。まあね、なんかいろいろ吹っ切れたっていうか、バカらしくなったっていうか、誰かの顔色なんか気にしてたって人生良くならないって思っただけよ。キャル様、まあそんなわけだからさ、別にあんたたちと一緒にいたくないからパスってわけじゃないのよ。ただペコリーナのやつがね。ペコリーナちゃん？そっか、ペコさんは王女様だからお城を何日も開けるのは無理だよね。それ、ここだけの話、大江戸に行って戻ってくるくらいの時間ならネネカのやつに影武者させればなんとかならないこともないんだけどね。でもタイミングが悪いの、今はペコリーヌのやつしばらく王宮を離れらんないわ。そうなの？毒のせい？ううん、体はもう良くなってるんだけど、この間の騒ぎで町の人たちからクレームが山ほど来ちゃってさ、そういう話を受け止めるのはネネカに放り投げたくないんだって。そうなんだ。ペコリーヌさん、辛いわね。守ろうとしている人たちから責められるなんて。町のお手伝いしてる時に王宮やペコさんの悪口を言いたがってる人も何人かいたけど、でも錬金術でお金を増やしちゃうとか、人形を変身させて働かせちゃうとか、そんな嫌がらせをしてくる人たちがいるなんて誰も思わないよね。ふん、私に言わせりゃそういう連中は風邪ひこうが道でこけようがお上に文句言うのよ。陛下に比べりゃペコリーヌは文句言いやすい相手だしね。でもそういう人たちにもペコリーヌさんはきちんと向かい合おうとしているのね。うん、ペコリーヌちゃん、私たちと年は変わらないのに本当にすごいな。そうだね、自分の生まれときちんと向き合っていて、私も見習わないと。で、保護観察の私は美食殿のギルドマスター殿が一緒じゃなくっちゃ自由に町から出られないってわけ。まあそれはいいんだけどさ。
今の王宮ってペコリーヌにとってそんなに居心地のいい場所ってわけじゃなさそうだし、どうせなら書類仕事の一つでも手伝ってやろうかしらって。一応陛下の時にも似たような雑用はしてたしね。今回のアマルガム貿易の件だってどうもペコリーヌまで情報がいかないように貴族どもが邪魔してたっぽいし、って言ってもあんまり目立ちすぎるとクソ貴族どもがうるさいだろうから裏でこっそりだけど、ま、いないよりマシでしょう。キャル。はい、キャル様がおそばにいらっしゃればペコリーヌ様も大変心強いはずです。うん、まあそんなわけだからさ、コッコロとシェフィ、それにあんたはユイについてってあげたらいいんじゃない？では、旅の準備や馬車の都合もありますし、出発は3日後でよろしいでしょうか。よろしくね、ユイ。こちらこそよろしくね、コッコロちゃん、シェフィちゃん。ま、せいぜい楽しんできたら。大江戸も最近は治安が良くなってるらしいし。楽しんできたらって、別に遊びに行くわけじゃないんだから。そうだよね。私たちだけで遊んじゃったらランドソルで待ってるみんなに悪いよ。もうゆいちゃんってば、そんなの気にしないでいいのに。ああ、ここのところ世話しないことばかりだったし、ソルオーブが見つかったら少しくらいゆっくりしてきたらどうかな。レイちゃん、ヒヨリちゃん、そうそう、休めるときに休んどかなきゃね。大江戸の温泉とか体にいいって噂じゃない？温泉、なるほど、それは主様の疲労回復に効果がありそうです。疲労回復ね。じゃあ湯上がりにマッサージとか、それとも混浴で背中を流しっこーとか。やだ、お風呂入ってるのに復活。この前の戦いでプリンセスフォームになった後、ついつい食べ過ぎてしまったからね。胃が大きくなってしまわないよう少し控えめにしておきたいんだ。あ、そうなんだ。でもあんまり気にしなくていいと思うけど、レイさんとってもスレンダーなんだしね。ゆいちゃんもそう思うよね。ソルオーブ、大江戸、温泉か。ゆいちゃん、考えてみたらちょっと久しぶりかも。岸くんと、じゃなくて岸くんたちと旅行じゃなくって、冒険なんて。レイちゃんやひよりちゃんには悪い気もするけど、でも遊びに行くってわけじゃないし、たまにはいいよね。うん、楽しみ、楽しみだな、とっても。おーい、ゆいちゃん。ゆい、考え事しながら食べてるの？それもなんだかすっごい集中してるみたい。時々幸せそうな笑顔になって、
騎士君と冒険、騎士君と冒険、騎士君と一緒にご飯を食べたり歩いたりおしゃべりしたり、そう考えただけでワクワクしてドキドキして、なんだかとっても幸せな気持ちになっちゃう。なあ日和、思うんだが。そうだねレイさん、もしかしてゆいちゃん。もしかして太った？食べないと体に良くないよ。だってキス君にこんなお腹見られちゃったら、私そんなに太ってないと思うけどな。ここ数日で多少は戻してるしね。それにあまり負担をかけるダイエットは逆効果だよ。でもちょっとゆい、私ちょっと胃が大きくなっちゃったみたいで、それでつい食べ過ぎちゃってたみたいで、だからダイエットしなくちゃって思って。ああ、キシ君が悪いんじゃないんだよ。たい焼き美味しかったし、キシ君は優しくしてくれただけだもん。今後は私たちと一緒に無理のない適度な節制を心がけようじゃないか。レイちゃん、ひよりちゃん、ごめんね、心配かけて。明日から大江戸に行くんだし、ダメだよね、こんなことしてちゃ。おっと、急に動かない方がいいよ、ゆい。多分軽い貧血だと思うから。
しかしておんぶ？私今岸くんにおんぶされちゃってる。岸くん、ありが、そんな岸くん優しすぎるよ。それにこんなにぴったりくっついちゃって力が抜けちゃう。ゆう、あ、ゆいちゃんまたプシューってしちゃったみたいだね。まあ滞っていた血の巡りが改善したみたいだから良かったということにしておこうか。ひゅん。やっぱり私岸くんのことが好き、大好き。ああもっと岸くんともっと仲良くなりたいな。叶うならずっと一緒に冒険したいな。ここは何やら不思議な場所です。見覚えがあるような気がするのに心当たりがなく、現実味があまりないというか、いえそもそも私なぜこのような場所に、夢でも見ているのでしょうか。どなたかいらっしゃいますか。返事はありませんね。ですが確かにどなたかに呼ばれたという気がするのですが、それも助けを求める声だったような。どなたかいらっしゃらないのですか。私を呼んだ方はどちらにいらっしゃるのですか。私を呼んだのはどなたなのですか。アメス様。じゃあ気をつけていってらっしゃい。お土産よろしくね。ええ、留守をお願いね、ギャル。それじゃあ馬車の乗り場に行こっか。あ、ココロさん平気？はい、心配ご無用です、シェフィー様。でも少し前、私たちがルーセント学院に行っている間ずっと寝込んだままで、治ったばかりでまた戦って、主様。そうですね、体調は良くなったと思うのですが、ここ最近おかしな夢を見るのです。誰かに呼ばれているような、でも誰かわからない、そんな夢を。そうなんだ。やっぱり心配になってきたわ。ユイさんが回復魔法が上手なのは知ってるけど、それでも。病み上がりってことなら岸くんだってそうだよ。カイザーインサイトさんからお腹に大きな穴を開けられて、その後は赤ちゃんみたいになっちゃって、やっと治ったばかりだもん。私はもう赤ちゃんみたいになったりしないわ。たまにしか。回復魔法だけじゃ治せない病気とか毒とかもあるし、万が一に備えて
お医者さんでも一緒だったら心強いんだけど。実はですね、私たちが大江戸へ赴くと聞き、同様の懸念をなされた方がもう一人いらっしゃいまして。誰？ネネカ様です。私どものことを気遣ってお医者様をご用意してくださいました。どうも、ご用意されちゃったわ。あなたは、トワイライトキャラバンの美月さん？あなたが私たちと一緒に来てくれるの？そう、ねねかちゃんに頼まれちゃって。短い間だけどよろしくね。ねねか様と美月様は主様の治療のための薬を共同で開発された間柄なのです。まあ、もともと私は君の主治医だし、それにちょうど東国のお薬漢方も仕入れたかったの。ねねかちゃんが馬車代や宿代を立て替えてくれて渡りに船だわ。あ、でもエリコちゃんには内緒にしておいてね。抜け駆けして君と旅行してたなんてバレたら私も壊されちゃうかも。壊されちゃうんですか？少し驚いたけど助かるわ。本職のお医者様が一緒に来てくれるなら心強いわね。闇医者だから本職っていうのは正確じゃないかも。ごめんなさいね。闇医者？私としては研究家でもあるつもりだから。希少なドラゴン族の生態をこんなに間近で見られるなんて楽しい旅になりそうね。お手柔らかに。こちらこそ。それじゃあ大江戸に向けて出発。今頃あの人たちはどのあたりでしょうか。何事もなく大江戸に着いているといいんですけど。ほらほら、アホリーヌ陛下、手が止まってますわよ。あ、キャルちゃん、すみません。書類の確認せっかく手伝ってくれてるのに。まあいいけどさ、気持ちはわかるもん。私も行きたかったしね、大江戸。いろいろ片付いたらみんなで行きましょう。おいしいもの食べて温泉入りにさ。その時には私たちも同行させてもらいたいな。レイさん、わざわざ来てくれてありがとうございます。失礼させてもらうよ。ここでは陛下と呼んだ方がいいかな。私とキャルちゃんしかいないんですから、いつも通りペコリーヌでいいですよ。でもさ、ペコリーヌ、どうしてレイを呼んだの？書類仕事の手伝いでも頼むつもり？まあ少しくらいなら手伝うのもやぶさかじゃないけど、そういうわけじゃないだろう。はい。それじゃあ本題から入らせてもらっちゃいますけど、レイさんにはこの国の魔族の皆さんとの橋渡しになってもらいたくて。ご本人としては複雑かもですけど。橋渡しって？あまり広めたくない話だけど、私の実家はいわゆる貴族というやつでね、他の魔族たちにもついでにその裏社会にも顔が利くんだ。貴族、そういえばそうだったわね。でもあんたの父親、陛下にはあまり協力的じゃなかったから冷や飯食わされてたはずだったけど。魔族たちは、特に私の父親はエリート意識が強くてね、ビースト族だったカイザーインサイトに
おいそれとひざまずく気にはなれなかったようだ。とはいえ、レイさんのご実家が由緒ある名門貴族であることには変わりありません。私に協力していただけるのなら、魔族の方々をまとめていただけるのなら、カイザーインサイトに剥奪されていた権限をお返ししたいと思っているんです。ん？どうして魔族たちをまとめて協力を取り付けたいわけ？そうですね、理由はいくつかあるんですけど、一番大きいのは不安要素を取り除きたいからです。不安要素？魔族たちが敵に回るっての？いえ、そうじゃないんです。ただカイザーインサイトがいなくなって、私がプリンセスになってランドソルが不安定になっているのは事実だと思うんです。魔族だけじゃなくて、ビースト族とかエルフ族とか他の国の方々とか、ランドソルを取り巻く皆さんと仲良くできるかは分かりませんが、少なくとも攻め込まれるようなことは絶対に避けなくちゃいけなくて、その一環として私が魔族との橋渡しか。どうかお願いできませんでしょうか。魔族の人たちってちょっと気難しい人が多いですけど、レイさんだったら私信用できますし。あまり期待はしないでもらいたいな。魔族たちに顔が利くのは父親の方で、それにこれは個人的な話で申し訳ないけど、私と父親との関係は良好とは言い難いんだ。しばらく実家には顔も見せていないしね。そうなんですか。でもペコリーヌの力になりたいって気持ちは確かにある。だからそうだね、さっき言った魔族たちの裏社会、その裏社会も最近レイジレギオンに荒らされたらしくてね。敵の敵は味方ということで、うまく父親を通して話を向ければ、個人主義な魔族たちを意思統一させることはできなくもないかもしれない。保証はできないけど、それでいいかな？もちろん十分です。ありがとうございます。安請け合いしたつもりはないけど気が重いな。すみません、無理を言っちゃって。いや、いいんだ、こちらこそすまない。つい愚痴っぽくなってしまうのは私の悪い癖だ。まさかこんな形で実家と話をすることになるなんて思わなくて。重ね重ねありがとうございます。魔族の皆さんやこの大陸のこの世界の皆さんと交流を持つことは今後のためにもきっと大事なことだと思いますので。そうだな。それにランドソルの平和を保つのは私個人にとっても意味がある話だよ。この城の真上にあるソルの塔を心置きなく登るためにもね。ソルの塔か。キョロちゃん？ねえレイ、ちょっと話は変わるんだけどさ。ん？あんたたちトゥインクルウィッシュって何度かソルの塔に登ったことがあるのよね。ああ、途中に封印がされてて頂上まで行けたことはないけどね。その途中まででいいんだけどさ、ソルの塔の中でうちのギルドハウスに住んでる妖精に似たやつを見かけたことってなかったかしら？美食殿の妖精、ネビアという名前だったね。心当たりはなくもないけど。キャルちゃん、どうしてそんなことを？あー、それがさ、あのエロ妖精、今朝妙に真面目な感じでこんなこと言ってたのよね。
朝っぱらから何うなってるのよ。ネビア、トイレそこじゃないわよ。うわってキャラか。あんたね、人が通信魔法使おうとしてるときに話しかけるんじゃないわよ。通信魔法？あんたそんなもん使えたの？まあ正確には通信魔法っていうかガイド妖精の専用チャンネルなんだけど、なんかさっきソルの塔の方から助けを呼ばれた気がしてね。今はなんかうまく繋がんなくなっちゃってるけど。ソルの塔から？相手は誰なの？わかりやすく言うなら私の姉妹みたいなやつかしらね。え？それってっていうか、ここ最近ずっとまともに話せないんだけど。フィオったら本当に本当にどうしちゃったのかしら。遅くなりました。遅えよボケ。こんにちは、ミソラちゃん。ミソラ、アゾールド。アゾールドさん、腰をかなり痛めちゃったみたいで、しばらく起き上がるのも無理そうですね。くっ、だらしねえ。普段からバカスカ食って運動してねえからそうなんだよ。でも困っちゃいますね。アゾールドさん抜きだと情報収集がかなり滞っちゃいますし。私もごめんなさい。オムニフォークさんたちほど上手にお茶を入れられなくて。いえいえ、ランファさんが入れてくれたお茶、熱々で美味しいですよ。さっき急須ひっくり返してゼーンに思いっきりぶっかけたんだぜ、こいつ。カリザ君、言わないで。ゼーンさんもごめんなさい。大丈夫だ、問題ない。それよりも我々はアゾールドに頼りすぎた。当面は彼に負担をかけずに物事を進めなくては。そうですね、セブンクラウンズのデータ解析とか能力のコピーとかアジトのメンテナンスとか、アゾールドさんじゃないとできないこといろいろありますからね。ご飯の用意とかもね。いい情報もある。ドラゴンズネストのギルドマスターがセブンクラウンズではないことが分かった。それにその人物は7番目がこちらにいないと言っていたそうだね。うんうん、それってとっても大事な情報ですよね。ランファさん、お手柄です。ありがとう。でも鵜呑みにするわけにはいかないと思うけど。だが今までアゾールドとミソラが手を尽くしても7番目は痕跡の一つさえ見つけられなかった。ならばこちらにはいないと考えるのが筋だ。つまりメタモル・レグナント、レジーナ・ゲッシュ、カイザー・インサイド、そしてクイーン・ラビリンス、この4人を全て取るつもりで狙いを絞らなくては。そうね、私も頑張らなきゃ。そりゃ構わねえけどよ、取る順番ってもんがあると思うぜ。え？順番？ああ、その中で唯一居場所の分かってるカイザーインサイトはクイーン・ラビリンスとメタモル・レグナントがガードしてやがる。
城の地下っつったってどれくらい深くかわかんねえし、連中の性格からして罠もたっぷりだろう。少なくとも俺ならそうする。だから先にクイーンラビリンスとメタモルレグナントを抑えなくちゃだ。カイザーインサイトはそれからだ。んでもって残りのレジーナゲッシュだが、噂じゃ奴はカイザーインサイトにお熱らしいからな。カイザーインサイトをおとりにしてそこら辺引きずり回してやりゃ、向こうからホイホイ突っかかってくるだろう。そこを返り討ちってわけだ。カリザ君、カリザ君すごい。天才ですか、秀才ですか、神童ですか。頭撫でんじゃねえよ、ガキじゃねえんだってな。でもどうやってクイーンラビリンスとメタモルレグナントを見つければいいのかしら。クイーンラビリンスの方はレジーナゲッシュと同じでいいだろう。やつのプリンセスナイトを釣りの餌にしちまえばいいのさ。アゾールども、あの少年を拉致しようとしてクイーンラビリンスの妨害にあったと言っていた。奴をアナグマから引きずり出すには有効な手かもしれないな。へっ、そういうこった。なるほど、カリザ君すごい。天才ですね、秀才ですね、神童ですね。カイグリカイグリ。さあ頭なでんなっつの、てめえ本当はバカにしてんだろ。ただプリンセス方面の対策は考えておくべきだろう。束ねればアゾールドほどの男を退けるやだ。時間切れを待つ作戦ももうあんまり有効じゃないっぽいですしね。現状こっちの戦力も万全じゃないですし、アゾールドさんはもちろん、ランファさんも怪我明けで、ゼーンさんにはクイーンラビリンスさんにリベンジしてほしいですし。ごめんなさい、ドラゴンズネストから逃げ切るためにかなり消耗してしまって。じゃあどうすんだよ、力押しは取っとくとして、なんかいい絡めて用意できんのか。アゾールドも抜きでよ。そうですね、それじゃあ息抜きに温泉にでも行っちゃいますか。失礼いたします、クレジット様。七番地区の繁華街広場の修繕手配完了いたしました。ご苦労様、秘書一号、今日はもう上がってよろしくてよ。珍しくお疲れのようですね。当然でしょう、アマルガム貿易の事後調査、偽造効果の回収、流通網の正常化、おかげでここ1週間ろくに寝る暇もありませんでしたのよ。勝てて加えてクソ議長から一銭にもならない厄介元を押し付けられて、ため息の一つもつきたくなるというものですわ。手駒となるゴロツキたちのさらなる追加募集という裏仕事ですか。それだけ集めて一体何に使うつもりなのやら。知りませんわよ、知りたくもありません。こちらとしては弱みを握られているものだから、大赤字でも短い納期に間に合わせなくてはなりませんでしたし。なあもう、はあ、赤字ついでにこれが一段落したら社員旅行の一つでも企画してみようかしら。どうしたの秘書一号、立ったまま白目を向いて。まさか
クレジット様のお口からまともな福利厚生の話が出てくるなどと夢にも思わず、あまりのことについ失神してしまった模様です。失礼いたしました。本当に失礼ですわね、あなた。となれば社員旅行の手配はお任せください。私、大江戸の方に良い温泉宿の心当たりがありますので、豪華絢爛な松の間に最高級の懐石料理でおもてなしを。ちょっとちょっと、ケチへとまでは申しませんが、適切なところにしなさいな。ええ、ご安心ください。クレジッタ様もこれが終われば温泉旅行だと考えれば多少は励みになるのではありませんか。うん、そんなことありませんわよ。クレジッタキャッシュ、こちらは貴族議会直属ゴールデンハンドである。何事ですか。おほん、相変わらず汗水垂らしているようだな、女秋。ご審議長、わざわざご足労くださらなくてもお呼びいただければ馳せさんじましたのに、それも兵士たちまで連れて。挨拶はもうよい。それよりも先日貴様に命じておいた人集めはどこまで進んでいるか。滞りなく、腕利きの傭兵や冒険者をひとまずは300人ほどきっちりと用立てておりましてよ。結構やればできるではないか。その手腕は少々惜しいが。それはどういう。おい、入れ。失礼いたします、議長。そちらの方は。我が輩の腹心の一人だ。今日をもってこのリッチモンド商工会に加えてもらう。そういえば人集めの追加の折にそのようなことをおっしゃっていましたわね。王女様の暗殺に組みしなかった私へのお目付け役ということですわよね。仕方がありませんが、袖の下を渡して不利な報告を議長へ送らせないようにせねば。ではでは、今日からよろしくお願いいたしますわね。当リッチモンド商工会は大変ホワイトなギルドでしてよ、きっと居心地もいいはずですわ。ええ、以後お見知りおきを。もっともクレジッタさんとは今日限りですけどね。どういうことですの。愚か者が、貴様はクビだということだ、クレジッタキャッシュ。何をおっしゃっておりますの。リッチモンド商工会のギルドマスターはこの私です。当然ながら全ての人事権は私にありましたよ。貴様こそ何を言っているのか。リッチモンド商工会のギルドマスターは彼に変更になったのだぞ。ええ、受けたまわりました。皆さんどうぞよろしく。は？そんな。おや、お疑いでしょうか。ですがギルド管理協会の幹部職員によるマスター登録認可証明書がこちらに。無論正式な手続きを踏んだものですよ。そのような文書、何かの間違いですわ。いや、偽造ですわ。無断でギルドマスターの変更など犯罪行為ではありませんか。偽造だと？これはまた随分な言いがかりだなあ、諸君。そうだそうだ、証拠見せてみろ、証拠。新ギルドマスター万歳。後進議長万歳。というわけで、早速ですがギルドマスターとして人事権を発令します。あなたはクビですよ、クレジッタさん。退職金などはありませんが、まあ仕方ありませんね。
ターだと、そのようなことは認められません。このギルドは私が一から心血注いで築き上げてきたものです。そんな薄っぺらい紙切れ一枚で奪わせたりはいたしませんのよ。そうかそうか、だがすでにこの国は貴様をギルドの所属者と認めておらん。残念だったな、元ギルドマスター。ご安心ください、リッチモンド商工会の経営は私が万全にこなしてみせますよ。それになかなか可愛らしい秘書さんだ。今日からは私のためにしっかりと働いてくださいね。私の部下に気安く触れるんじゃありませんことよ。おやおや、つかみかかられてしまいました。これだから貧乏人上がりは乱暴で恐ろしいですね。不敬である。この部外者をどこぞへつまみ出せ、我がゴールデンハンドたちよ。はっ、貴様、おとなしくしろ。クレジット様、話しなさいったら。リッチモンド商工会は私の大事な、貴様の大事なギルドは、その資産は全てこの我が輩の懐に納め食らい尽くしてやるわ。光栄に思うよ、クレジットキャッシュ。はい、どうぞ、キチ君。お弁当にと思ってサンドイッチ作ってきたの。まるでお店の品のような綺麗なサンドイッチですね。サンドイッチは見た目まで上手に作ろうとすると大変難しいのですが。ありがとう。ゴッコルちゃんもどうぞ。卵サンド、自信作なんだ。では、遠慮なく。味は、見た目以上に素晴らしいです。ユイ様は、お菓子だけでなく、料理もお上手ですね。ありがとう。ダイエット中で、パンの耳のつまみ食いを我慢するのは、ちょっと大変だったけど。この模様は入れ墨じゃないわね。ドラゴン族の体、とっても興味深いわ。いや、くすぐったいです、美月さん。へえ、尻尾の付け根はこんな風になってるのね。あら、こんなところに鱗発見。すごーい。ちょっとお取り込み中みたいだね。ここが大江戸。
なんだか変わった街並みね。東国という国の文化を取り入れた観光地のようね。あら、何かしら。東西東西ジュナーズ様お引けなすて。金具が腕に食い込んでたくさんの人に見られちゃって、始まる前から興奮してきました。ニジャとゲシャのチャルシタルシシュリゲシャ、うまくいったらおなぐさみ拍手喝采おひねりバンザイです。シバーンシバーンバーンバーン。危なくないのかな。危ないからこそ見せ物になるんでしょうね。ヒュッピー、ニンニンデイ。ありがとうございます。皆さんの応援にお応えしてどうかばして。ありがとうございます。知り合いなの？シェフィー様、主様の顔の広さを甘く見てはいけませんよ。ランドソルだけでもどれほど女の子の知り合いがいることやら。なあおい、あそこにいるの将軍じゃねえか？本当だ、将軍の子じゃないかい。帰ってきたんだね。将軍っていうか、さっきから気になってるんだけど、あそこに立ってる像ってもしかして。美月さんも気づいてました？あの銅像ってやっぱり騎士くんだよね。はい、処遇の活躍を称える処軍像です。将軍、僕らの英雄。将軍、将軍。うわ、人がどんどんこっちに集まって。いい感じに盛り上がってきました。皆さん久しぶりの将軍コールでお迎えしましょう。せーの、将軍、将軍、将軍。離さないでください、シェフィー様。はぐれてしまいますから。すごい騒ぎだったわね。思いがけずもみくちゃにされちゃいました。まさか茶屋の看板娘様から番頭の老女まで、大江戸中の女性が主様のことをご存知とは。一体何をなさったらこうなるのですか。知らぬちょあらば片手聞かせましょう。白木翼はためかせ、お江戸に舞い降りた将軍ご一行が残虐非道の悪罪感を成敗する英雄じゃん。その顛末、それはとっても興味深いけど、お話を聞かせてもらうのはここまで来た目的を達成してからの方がいいんじゃないかしら。そうね、早く質屋に行ってソルオーブを手に入れてしまわないと。
の質屋ってどこにあるのかな。質屋ですか。私知ってます。利用しようとしたこともあります。そもそも大道芸をしてたのはロギンに困ったからですもんね。クーカも思わず自分を質入れしようとしたんですけど。生物は質草おくちょわりだそうですね。残念でした。それではお二方、質屋へと案内をお願いできますか。お礼と言ってはなんですが、今日の宿代くらいでしたら私たちが持ちますので。なんとお調理に船です。むしろこちらからお願いします。屋根があるなら天井裏でも構いません。ドエスさんと一緒の宿。今晩は眠れそうにないですね。大丈夫かしらこの人たち。ソルオーブ？なんだいそれ。これくらいの大きさの丸い宝珠で、中に塔のようなオブジェが見えてキラキラしている水晶玉なんですけど。ああ、ソルオーブっていうのか、あれ。あったよ、確かにあった。本当にこちらにあるのですか。ぜひとも譲っていただきたいのですが。いやー、それがな、すまないね。ついさっき売れちまったんだ。参ったわね。せっかくここまで来たのに。でもついさっきなら買った人を捕まえられるかもしれないわ。どんな人だったの？確か観光客風の可愛い女の子だったけど、ヒューマン族でリボンでスカートの。もう少し詳しく教えてもらっていいかしら。とても大事なことなの。おー、そうだね。歳はそっちのピンクのお嬢ちゃんと同じくらいで。私？うん、でも背丈はお嬢ちゃんよりほんのちょっと低くて、それから胸はさっきの子の方がほんのちょっと大きかったかな。いや、もちろんお嬢ちゃんもなかなか立派な。ニンポーン、セクハラ撃退弾、シュワー！うわー、やられた。心配ご無用、みんな撃つです。店員さん、いいキラレっぷりです。そうなの？でも知ってるのはそれくらいだよ。七草を預けるお客さんならともかく、買っていく方のお客さんの名前はわざわざ聞いたりしないから。手がかりとしては少し心もとないけど。ですがこの町の住人ではなく観光の方でしたら、今日のうちにも大江戸を立ってしまうかもしれません。ぐずぐずしてはいられませんね。では、手分けして人探しです。クーカたちもお手伝いしますよ。他ならぬドエスさんのためですし。すっかり日が暮れてしまいましたね。みんな成果なしね。やっぱりもう買った人はこの町を出てしまったのかしら。でも私は町の出入り口をずっと見張っていたけれど、それっぽい子は通らなかったわ。きっとまだ町のどこかにいるんじゃないかしら。そうですね。もうちょっと諦めずに頑張りたいけど。ですが
この時間まで開いているお店は全て巡ってしまいましたし、人の往来もありませんし、今日はもう探しようがありませんね。足がすっかり棒みたいになってビリビリしてます。汗もかいちゃったし、せっかくだから温泉に入って休みたいわね。でもこんなに遅くなっちゃって、止めてくれる宿があるかしら。大丈夫です。諸君ならお上田中のどこの宿でもフリパスのはずです。これが温泉。少し厚めのお湯がつま先にまで染み渡って、とっても気持ちいいわ。溶けてしまいそう。主様、そちらの湯加減はいかがですか？この壁の向こうに騎士君が。お風呂があるってことは、つまり裸。お医者様、早くお医者様に見せなくては。はいはい、診断結果。のぼせちゃってるわね、いろんな意味で。人間です。滝あらば修行あるのみです。打たせ湯って言うんですね。気持ちいいです。もっと強く打ってくれてもいいんですよ。それにしてもソルオーブの話なんだけど。はい。あの質屋さんの話だと、ソルオーブを買い取ったのはだいぶ前らしいわね。以前に大江戸を治めていた代官が失脚した際の混乱で領事館から流出した品だそうですが、それから数ヶ月間はあの質屋にあったとおっしゃっていました。けれどそれがちょうど今日売れてしまった。私たちが来る直前に。ねえコッコロさん、どうもタイミングが良すぎるような気がしない？確かに。ですがそれでは何者かが先回りをしたということでしょうか。どなたが何故に。ねねかちゃん、私たち以外にもソルオーブのこと誰かに教えたのかしら。それとも情報が漏れてしまっていた。スカートでリボンで胸の大きな女の子か。まさかね。現状では考えるための手がかりが少ないかと思いますし、ひとまず後にして。シェフィー様、一旦上がって体を洗いましょう。私背中をお流しいたしますので。え？いいわよ、子供じゃあるまいし。いけません。シェフィー様の羽の付け根はご自分の手が届きにくい場所ですから。せっかくですし念入りにゴシゴシさせていただきます。逆らえない。お願いします。コッコロちゃんったら、ちっちゃいのにとってもしっかり者ね。ニンニンです。ニッパウバケチスイターの術。くしゅー。それではおやすみなさいませ、主様。
男女別室じゃ寂しくないかしら。いつでもこっちに来ていいのよ。ダメですよ美月さん、別々なのが普通です。普通。ええ、おやすみなさい。岸くん、おはよう。今日も一緒にいっぱい頑張ろうね。うん、やだな岸くん、私たちのお店に決まってるじゃない。私たちのお店だなんて。お待たせしました。コロッケ定食とカレーの煮付け定食です。お、今日もうまそうだ。いただきます。それにしてもゆいちゃんたち二人で食堂を切り盛りなんて偉いわね。ありがとうございます。息もぴったりじゃない。本当に仲良しさんね。シューシュー、お熱いね。そんな、お熱いだなんて。そう、あれから私と岸くんは一緒にたくさんの大冒険を繰り広げて、それでいろんなことがあって、今は二人でこのお店を繁盛させようと頑張ってるんだ。すみません、定食一つお願いします。はい。お疲れ様、岸くん。今日も忙しかったね。お客さんがいっぱいなのはいいことだけど。うん、そんな悪いよ。でも、もう閉店だし、二人っきりだし、お願いしちゃおうかな。はあ、岸くんの手。気持ちいいな。はあ、なんだか幸せ。本当に幸せだな。岸くんと一緒にお店を持つことができて、朝から晩まで一緒に働いて、まるで夢みたい。このままずっと定食屋さんしていたいな。岸くんと二人で。私の夢って、私の願いって、岸くんと定食屋さんをすることだったっけ。あれ、お客さん、すみません、
今日はもう閉店で。え？あら？あれ？閉店なんですか？っていうか、どうして夢の中に、彼の精神世界にこの子まで。魔法をかけたのは彼だけのはずだったのに。ランファさんの魔法の歌と私の洗脳魔法装置の組み合わせ、ぶっつけ本番でしたからね。多少のトラブルはしょうがないですよ。っていうか、よりにもよってユイさんですか。これはまた扱い注意な人ですね。あなたたちは。すみません、私たちこれから岸さんと仲良しさんしたいので、ユイさんはお外に出てってくださいね。え、出てけって？ここは私と岸くんのお店だし。カーリサくん、例のあれ出せますか？しゃあねえな、ピンク髪の弱点はっと。マジ？それもこんなにどこから？クソバカどもにおまけして、芋虫ゲジゲジミミズにガガンボ大サービスだ。ほら行け！ユイ様、お目覚めになられたのですね。ココロちゃん、虫が、虫が。落ち着いて、ユイさん。虫なんてどこにもいないわ。シェフィンちゃん、本当だ。じゃあ、今のは夢？ずいぶんひどい夢だったみたいです。途中まではとっても幸せそうでしたけど、ディディディっていう感じで。ユイ様、夢の中で何かおかしなことはありませんでしたか？虫以外で。前に戦ったカリザ君やランファさん、それに紫色の髪の毛のリボンでスカートの女の子が出てきて。リボンでスカート？それってミソラなのかしら。ではレイジレギオンが攻撃を。攻撃？ユイ様、すでに今は昼過ぎです。朝方からどれほど手を尽くしてもお二人はお目覚めにならなかったのです。え、そうなの？二人ってもしかして。はい、主様の方は未だにお目覚めになられておりません。え、魔法を使った精神的な干渉ってことかしら。ユイさんの場合は夢の中で脅かされて目覚めたみたいだけど。では夢に干渉したレイジレギオンの側がそのつもりにならない限り、主様はお目覚めにならないということでしょうか？そんなどうすればいいのかな。夢に入り込む魔法なんて私覚えてないし。ニッパ、クッシュグリの術もバケチュツイトの術も試したのですが、諸君を目覚めさせることはできませんでした。こんな時、凄腕のお医者様でもいらっしゃったら。お医者様？
どうやら私の出番みたいね。ゆいさん、お掃除完了です。カリザ君、ありがとう。おー、ま、あとは好きにしろや。はい、お任せください。それじゃあ、まずは場所を変えてしまおうかしら。ここはあなたの夢の中よ。はい、そして夢から覚めた時にはキシさんは私たちのお友達ですよ。安心して、怖いことは何にもしないから。それじゃあ私たちといっぱい仲良くしましょうね、キシさん。人払いはしてますし。それにカリザ君、覗きしてたら蜂の巣ですよ。うっせえ、てめえらの裸なんざ誰も興味ねえよ。てか人のこと柱に縛り付けやがって、覚えとけ。もうちょっと静かにしてもらった方がいいですか。猿ぐつわとか大丈夫、カリザ君には慣れたから。ありがとう、ミソラちゃん。いいんですよ、お友達じゃないですか。友達。うん。あ、そうだ、私いいこと思いついちゃいました。え、何かしら。ランファさんがキシさんととっても仲良くなれちゃう方法です。腐りやがって、今日という今日はてめえらまとめて痛い目に。ねえミソラちゃん、そんなことより彼と仲良くするってどうやって。はい、ランファさん、それはですね、で聞けよ人の話をよ。つまり子守歌で彼を眠らせて夢の世界に
閉じ込めればいいのね。そうですそうです、夢の中で、しかも騎士さん一人だけにしちゃえばプリンセスナイトの力も関係ないですからね。あとは騎士さんとたくさん仲良くして洗脳しちゃうって寸法です。単純な作戦ですね。そうかしら。けっ、ぬるい作戦だな。おい、つまんねえの。俺はパス。カリサ君？俺は今日は暇だから来てやっただけだしな。抜け駆け防止用のアジトに2人以上残るってルールはアゾールトとゼーンが留守番だから成立してるし、俺は事態が面白くなるまで様子見するぜ。てめえらの仲良しこよし作戦がうまくいくならまあそれでいいさ。本番はセブンクラウンズのもとのドンパチだからな。つかよ、そもそも本当にプリンセスナイトどもが大江戸に来るってのかよ。てめえの情報のつてどんだけ信じられるんだ。多分大丈夫じゃないですかね。頻度はともかく精度は当てになりますから。はぁ、一体どういうつてなんだかな。カリザ君、さっきから言おうと思ってたんですけど。あ？ほっぺたに縄の跡ついちゃってますよ。縛ったのてめえじゃねえか！美月様、主様を目覚めさせるには一体どうしたら。こんな感じで合ってるかしら。その魔法は土井さんに強いショックを与えて起こすつもりですか。それならまず空間に試し撃ちを。攻撃魔法の準備には見えません。忍法でもなさそうですが。通信魔法のつもりなんだけど、あんまり使ったことないからちょっと自信ないわね。あ、その上手にできてると思います。少しアレンジしてるみたいですけど。通信魔法、意識のない主様に呼びかけて目を覚ましていただくということでしょうか。もうちょっと荒療治になるわね。ざっくり言うと彼の夢の中に入るの。ドエスさんの夢の中に。その行動できるんですか。理屈の上では不可能じゃないわ。だってユイちゃんはもう彼の夢に迷い込んで敵に追い出されちゃったみたいだし。はい。それならもう一回私たちで夢の中に入ってみんなで出てくればいいのよ。彼と一緒にね。通信魔法でそれができるの？普通の通信魔法では無理よ。でも今回は彼のカルテと前に彼の治療法を研究した時の魔法のアレンジが揃ってるから、あの時彼の精神に狙いを絞って診察して、どうも誰かが夢に介入しているらしき痕跡を見つけたわ。それも一度じゃなく何度も何度もね。騎士君の夢に介入？何度も？誰が？誰かまではわからないし、今回みたいに悪意があっての介入でもなさそうだけど、とにかくそのせいで彼の無意識の扉は
普通の人よりもずっと開きやすくなってるみたいなの。夢に介入、集合無意識。夢の世界に潜り込む魔法なんて私じゃそうそう使えないけど、その誰かさんの開けた裏口のおかげでどうにかなるんじゃないかなってわけ。ぶっつけ本番だけどね。と言っても夢の中ではゆいちゃんが会った敵っていうのが待ってるでしょうし、危険な治療行為になるのは間違いないわ。でも彼を救えるのならやるしかないわ。しゃぐのためなら、たとえ火の中、水の中、夢の中でもどんと来いです。迷う余地などありません。ガイド役として主様を夢の外にお導きいたします。空間も音もさせてください。ドエスさんが戻ってこない放置プレイなんていくらなんでも耐えられないですよ。満場一致ね。それじゃあみんな彼にくっついて。くっつくだなんてどうしてですか、美月さん。通信魔法は空間を超えて意識と意識をつなげる魔法よ。でもこうして接触して使えば座標の制御の必要もないし、その分より深くまでつながれるようにアレンジをしてみたの。シャグの右腕いただきです。シュバババー。ああ、イノさんずるい。クカは左腕に。主様、お膝に失礼いたします。まるでおしくらまんじゅうね。またやることになるとは思わなかったわ。ほらほら、ゆいちゃんも早く。キシ君、お邪魔します。岸さん、ずんずん。どう、ミソラちゃん。催眠術うまくいっているかしら。どうでしょう。ランファさんもずんずんしてみてください。騎士さん、敵に囲まれちゃってますよ。逃げなくていいんですか。ツンツン。とってもおとなしいわ。いい子ね。すっかり抵抗心がなくなっちゃったみたいです。いい感じですね。ルーセント学院の時は洗脳魔法の効きがいまいちだったんですけど、今回はもう効果が出始めてるっぽいです。ランファさんの歌のおかげですかね。どうかしら。でもこのまま彼に私たちが敵じゃないって思わせればいいのよね。そうですそうです。ランファさんが上手にできたら、キシさんは私たちのお友達になってくれますよ。そんな私にできるかしら。キシさんのほっぺ柔らかい。ツンツン、プニプニ。
ほらほら、ランファさん、騎士さんされるがままですよ。ある意味赤ちゃん状態ですよ。赤ちゃんですです。ランファさん、初めての育児ガイドでお勉強した成果を発揮する時ですよ。そうですね、まずはお風呂に入れてあげるとかどうですか？いきなりそれはちょっと難易度が高すぎるわ。それじゃあハードル低めで慣らしていきましょうか。膝枕してあげるとか。岸さんちょっとお眠さんみたいですし。膝枕？私が彼を？大丈夫大丈夫、ランファさんのお膝なら寝心地いいに決まってますって。さあさあ、ドーンと行ってみましょう。それじゃあ横になってもらえるかしら。ランファさん、そんなお膝の端っこじゃ岸さんの頭が落っこちちゃいますよ。もっとしっかり膝枕してあげなくちゃ。でも、はあ、やっぱり。ごめんなさい、大丈夫？ああ、とにくだらねえ、見てらんねえな。なんだ、黄色じゃねえか。ちょうどいいや、てめえを潰して暇つぶしよう。って待てよ、ここはプリンセスナイトの夢の世界だっつうのに、なんでてめえが？赤や青のやつはいねえのかよ。この子だけユイさんみたく紛れ込んじゃったんでしょうかね。俺が知るかってのは。つかみそら、てめえ、ランファとプリンセスナイトはほったらかしでいいのかよ。はい、ランファさん、今頑張って膝枕の練習中なので。もうちょっと、もうちょっと、彼の頭を手前に。ランファのやつ、あれ繰り返してプリンセスナイトの頭をかち割るつもりじゃねえだろうな。それはそれで面白えけど。わあ！黄色てめえ、ヘバについてくるんじゃねえよ。黄色さんも膝枕してほしいんじゃないですか、カリザ君に。こいつに頭なんじゃねえだろうが。前から思ってたんですけど、カリザ君のペットのスライムさんたちって普通のスライムなんですか？普通なんじゃねえの？知らねえけど。いや、ちっとばかり調子乗ってやがるが。そうなんですね。なんだか黄色さんって。ミソラちゃん。ミソラちゃん、できたわ、膝枕。ああ、やりましたね、ランファさん、一歩前進です。ミソラちゃんのおかげね。でもここからどうしたら。そうですね。ですか、黄色さん。てめえ、スライムの言葉なんかわかんのか？
いえいえ、さっぱりですよ。でもまあ、なんていうかノリですかね。はあ、わけわかんねえな。脳みそゼラチン仲間かっての。うん、なるほど、それ採用ですよ、キイロさん。じゃあじゃあ、ランファさん、次はご飯の時間です。ご飯？はい、お母さんが赤ちゃんに飲ませてあげるものといえば、赤ちゃんに飲ませてあげるもの。そんな無理よ。カイザ君も見てるのに。はい、哺乳瓶です。いやー、想像したものが出てきちゃうなんて、さすが夢の中ですね。え、哺乳瓶？そうですよ。ランファさんは何を想像してたんですか？もうミソラちゃんもキイロちゃんも意地悪。ごめんなさい。もう、それじゃあやってみるわね。哺乳瓶、持ち方はこう、あーして、いきます。ドキドキ。あー、ランファさん、そんなに強く瓶を持っちゃうと。ごめんなさい。ドンマイですよ、ランファさん。いっぱい練習すればきっと上手にできるようになりますから。そこまでです、レイジレギオン。主様。騎士君。ミソラ、先回りしていたのはやっぱりあなたたちだったのね。シェフィーさん、それに皆さんも、こんなところで奇遇ですね。彼の夢の中への潜入、どうにかうまくいったみたいね。よかったわ。ここがドイスさんの夢の中、つまりドイス空間にしては平和な光景ですけど。というか、ここどこですか？せっかくオウェドにいますから、夢の中もオウェドがいいです。オウェド、オウェド。え、周りの景色が変わっちゃった。へえ、イメージの強さや思い込みが空間に影響するのかしら。私の服も新しいのからいつものに戻っちゃってるし、夢の中ならではって現象ね。面白いわ。もう、うるさい人たち。騎士君、大丈夫？トエさん、黒髪の女の人に捕まっちゃってるみたいです。大変です、早く助けなきゃです。膝枕してるだけに見えるけど。とにかく騎士君を返して。へっ、はい、そうですかって返してやるもんかよ。てめえらなんざ俺様がしばいてやら。来るわ。どうするの？
それじゃあ、クーカちゃん、お願いしていいかしら。え、いいんですか？おらもう一発夢の中でもクーカはクーカはうわなんだこいつキメカリザ君にはあの手の趣味はまだ早いかもですね。スキャリです。ニンポンチュチュケモリの前ボボボボボボン。エンマかっ今行くわフロストシュタラーさん。彼のことは返してもらったわよ。ああ、あんなに早く氷の上を滑れるなんてすごいですね。シェフィーさん、私やランファさんなら転んじゃってるかもしれないです。せっかく彼と仲良くしようとしていたのに。ランファ様、先ほど少々あなたが主様をあやす手並みを拝見いたしました。申し訳ありませんが、あのような拙い手際の方に主様のお世話を任せるわけには参りません。そんなひどい。ランファさんも頑張ってるんですよ。なんなんだかなこいつら、緊張感なさすぎて気合が抜けてきちまうぜ。とにかくさっき私がやられちゃったみたいに、今度はあなたたちに騎士君の夢から出て行ってもらいます。そうはいかないです。せっかくの機会なんですし、騎士さんはバッチリ洗脳しちゃいますよ。そんなことさせない。参ります。主様、私に力を。チェンジプリンセスフォーム。これはこころさん。騎士さんのせいじゃないですよ。ここは夢の世界ですから、こんなこともできちゃうんです。おい、なんだよこれ。似合ってますよ、カリポコリン。かわいい。ちくしょう、こんなややけど。まずい、撮影して。世界だからってめちゃくちゃだわ。クーカやられる夢しか見れません。あ、夢。夢の席立ちを呼ぶです。出会い出会い。夢の中ならどんな実験でもし放題。ちくしょう、好き勝手しやがって。あ、カリザ君戻っちゃいましたね。可愛かったのに。
私はネビア様のように小さくなってしまったままです。コッコロさん、夢の中じゃプリンセスナイトの力はちゃんと発揮できねえみてえだな。もしかしたらちょっとだけ洗脳魔法の効果が出始めてるのかも。ランファさんの頑張りのおかげですね。そうかしら。諸君は休んでいてください。もう一回出会え出会え正義大官。おお、またかよ。それじゃあこっちはランファさん、頑張れ頑張れ。もっと頑張ってみるわね。ルールルルルルルル。うん、悪大官。うわあああ、正義大官たちが悪大官に戻ってしまったです。あの歌、心に作用するの？シェフィー様、しっかり。ママ！お？ママ、ちっちゃい。ネビ。シェフィー様、私の羽を加えてはなりません。シフィーちゃんがまた赤ちゃんみたいに。どうしよう、このままじゃ。みんな、ここは一旦引きましょう。ミツキさん、彼のことは取り返したんだし、この不安定な空間じゃ何が起きるかわからないわ。長居は無用よ。ドイツさんの中巡り惜しいですけど。36K 逃げるにしかずですね。さっきみたいにおしくらまんじゅうです。やあ、おくらあんじゅう。そうはさせません。彼のことは置いていって。あー、ランファさん、すごいパワーです。ラブですね、ラブ。へっ、珍しくやる気じゃねえか、陰キャ女が。あの赤毛ド M はきしょいから触りたくねえけど、成果してやるぜ、オラー。カリザくん、キシさんとユイさんはやっちゃダメですよ。あ？めんどくせえな。じゃあどうすんだよ。はい、それじゃあ場所をまた変えちゃいましょう。ドルルルルルーン。ウェダの街が壊されちゃう。それだけじゃないみたい。また景色が変わってく。何か変よ。ここどこですか？ここはまさか現地ちゃん。
この場所知ってる気がする。うっ、頭が痛い。未体験の痛み、なんだかグラグラズキズキギルギルします。何かしらこの頭痛。脳圧の変化、血管の収縮や外傷でもないみたいだけど。狙い通りです。記憶の修正作用と目にしたものが矛盾して認識がバグっちゃってますね。ガイド要請の守りもなしじゃ、これはきついですよね。ミソラちゃん、おっと、ランファさんとカリザ君は平気みたいですね。さすが、あの方に選ばれるだけのことはありますね。あ、ほらほら、カリザ君、私とランファさんがユイさんたちの動きを鈍らせたんですから、ちゃんと狙ってくださいね。ふん、てめえの射撃よりかはまともに当ててやろう。ルールールール。あっ、いくら空間でもこれ以上はやばいわね。このままじゃ、ユイ様、私たちをかばってみんな逃げて。ユイさん、よくわからないけど、あの人たちが私を殺せないなら。よりにもよってユイさんですか。これはまた扱い注意な人ですね。なら私がみんなの盾になれば。ユイ様、無茶です。ユイ、今さら止めんじゃねえ、妻。ピンク髪にはうちのクソバカどもも世話になってんだ。その恨み、ここで晴らしてやら。逃げて、逃げて、みんな、キチ君。
今回の夢のあんたの無意識が攻撃されてるみたいだったから、私でもなんとか干渉できたの。そうじゃなけりゃどうにもならなかったけど、ったくとんでもないことしてくる連中だわあいつら。世界そのものに働いてる認識の修正を攻撃に使うなんて。レイジレギオン、あんなことができるってことは、あいつらアストルムが再構成された後に、ミネルヴァの懲役の後にこの世界に入ってきたのね。それ自体は別に不可能ってわけじゃないわ。コッコラタンとアキラ、たった2件の例外だけど、この世界から向こうに行って帰ってきた者もいるんだし、それに比べればこの世界にダイブしてくること自体は絶対できないわけじゃないの。もちろん今の閉じたこの世界から出られなくなるってリスクに目をつぶればね。もしかしたらその辺何か対策してるのかもしれないけど、対策といえば連中、世界からの認識の修正をされないようにガードしてるみたい。普通よりメンタルとかが優れてるってのもあるでしょうけどね。私があんたや女の子たちにあっちの夢を見せるときは、その場ですぐに忘れさせて意識の表層から消すことで修正を食らっちゃわないようにしてるんだけど、そう、何度も何度もすり込んであげたおかげで今のあんたはあっちの世界ってもう受け入れられてるでしょ。他の女の子たちも少しずつね、受け入れやすいようにちょっとだけ家庭を変えたり改ざんしたり、ありえたかもしれない未来を作ったりして。まあぶっちゃけ内容は私の趣味も入ってるけど、特にユイは。そう、ユイにあっちのことを、現実をどう受け入れさせたらいいのかしら。助けてあげたい、救ってあげたい。だってユイは私たちの仲間だもん。でもきっと私じゃ、きっと力が足りない。甘い夢を見せるだけじゃ辛い真実に立ち向かうなんてことできやしない。だからお願いよ、あんたもユイを守ってあげて。誰より優しくて傷つきやすい私たちの仲間を。え、私？たく、変なところで察しがいいんだから。大丈夫って言いたいところだけど、ぶっちゃけこっちもおかしなことになっててね。ソルの塔の安全地帯みたいな場所だったはずの私がいたフロアに、これまで出なかったはずの魔物が出てくるようになっちゃって、逃げ回ったり隠れたり、もっと上の階層に避難したりしてたんだけど、そのせいでうまくあんたと話ができなくなったみたいなのよね。さっき言った夢のすり込みだけはなんとか続けてみるけど、それだっていつ不可能になるかわかんない。どうも誰かが塔のシステムを奪おうとしてるっぽくて、これも今あんたたちが戦ってる連中、レイジレギオンの仕業なのかしら。わからないけど、どうも違う気がするのよね。力を合わせてカイザーインサイトをようやく倒したってのに、これから先レイジレギオンをやっつけてもまた誰かと戦う羽目になるのかしら。その先も、あるいは。そろそろ夢は終わりみたいね。あんたもあんたの仲間たちもちゃんと夢から覚めるといいけど。ねえ、あんたたち今ソルオーブ集めてるのよね。オーブが全部集まったら私に会いに来て。前は邪魔されて失敗しちゃったけど、今度こそ最後まであんたたちのことガイドしてみせるから。主様、
ここは無調のオウェイドのお宿ですか？っていうことは、私たち夢の世界から出られたのね。何が起こったのかしら。またあんなことしちゃった。夢の中とはいえ。体のあちこちがヒリヒリしてムチ打ちになっちゃってます。キシ君、みんなユウちゃんもクウカちゃんも無理に起き上がらないで。ミソラって子も言ってたけれど、夢の中でのダメージはこちら側でも影響があるみたいだから。ミソラ、そうだわ、レイジレギオンのやつだわ。歌を使って主様を催眠状態にしたのなら、そう遠くない場所にいるはずですが。お邪魔します。ランファ様、普通に入ってきちゃいました。口でもちゃんと買いに来たですか？受けて立ちます。そうじゃなくて、そのね、プレゼント、はい、あなたに。え、それってソリオーブ？どうしてあなたが。あなたが喜ぶからって。だからお詫びの印にって、ミソラちゃんが。そのごめんなさい、さっきのあなた、お友達をかばおうとしたあなたはとても勇敢で立派だったわ。でもそんなあなたに、私、赤ちゃんのような扱いをしてしまって、それもうまくできなくて、だから本当にごめんなさい。ありがとう。それじゃあまたね。行っちゃった。なんだか変わった趣味の人みたいですね。でも引き下がってくれるなら助かったわ。私たちのギルドは前にあの子と戦ったことがあるけれど、迂闊に手を出すとひどい反撃をしてくるのよ。ハリネズミみたいにね。というか諸君、本当に洗脳されてないです？大丈夫ですか？まあ君、女の子には優しいから。あんな風に塩らしくされたら怒れないわよね。うん、そうですね、騎士君らしいな。コロさん、もしかして怒ってる？私がさっきかじっちゃったこと。え、いえ、そういうわけではありません。シェフィー様に対してではなく、ランファ様、警戒せねばならないようですね、さまざまな意味で。大変だったけど、ソルオーブは手に入れられたわけだし、大江戸まで来た目的は
達成されたってことでいいのよね。そうですね。これで7つ目、残りも早く集めなきゃ。あ、もうしばらく横になってなさいってば。医者の言うことは聞くものよ、ゆいちゃん。急がば回れですね。ふむふむふむ、それじゃあ皆さん、のんびり大江戸観光なんてどうでしょう。観光いいですね。せっかく大江戸に来たんですから、ちょっとくらい観光しても罰は当たりません。臨時屋敷に美味しい料理、風光明媚な場所もたくさんです。クーカたちが案内しますから。だから無理したらダメだってば。あ、でもいい漢方を扱っているお店があるなら紹介してほしいわね。そんな寄り道していいのかしら。定位魔法陣を使えばすぐ戻れるけど。ふむ、私としてはむしろ必須の寄り道かと思いますよ、ジェフィー様。そうなの、コッコロさん。ええ、なぜならばランドソルで待っているペコリーヌ様やキャル様にお土産を買っていくとお約束いたしましたからね。あ、ランプさん、ソルオーブちゃんと渡せました？うん、喜んでもらえたみたい。よかったですね。おい、せっかく奴らの目当てを握ってたってのに渡しちまってどうすんだよ。私たちが持ってても意味ないですからね。それに騎士さんに嫌われたくないじゃないですか。けっ、どうせ敵だろうが。夢ん中から追い出されたんならこっちでぶちのめしてやりゃいいじゃねえか。でも今回の目的は彼とお友達になることだったんだし。もうカリザ君ったらお子ちゃまですね。乙女心の勉強が足りませんよ。ああ、もう付き合いきれねえ。俺は好きにやらせてもらうぜ。あ、カリザ君？どこに行くの？セブンクラウンズのデータを解析できんのは何もアゾールドだけじゃねえんだよ。でかいネタがありゃアジトの一つくらい突き止められるぜ。それじゃあメタモルレグナントのところに一人で勝ち込みとかしちゃうつもりですか？危ないですよ。うっせえ、てめえらにもゼーンにもプリンセスナイトたちにもこれ以上舐められてたまるかっつんだ。じゃあな、脳みそゼラチン女にボソボソ陰キャ女、その辺で飴でも舐めてな。カリザくたぞ、あそこだ。追い詰めたぜ。もう逃げられねえぞ。てめえをぶち殺して俺らは報酬たっぷりだ。ねえあなたたち、お金が目当てなら私の財布を差し上げるわ。
どうかこれで見逃してくれませんこと。ヤッホー、この財布金貨がパンパンだ。ありがとうさん。だけどな、てめえの有り金は全部俺たちのもんだ。でもって、てめえを始末した報酬も全部俺たちのもんだ。そういうこったぜ。この手の人たちって本当にどうしてこうも分かりやすいのかしら。ま、お客様といったところですわね。てめえ何言って。おい兄弟、なんでそりゃ。金貨が動いた。金貨が噛んだ。こいつ、この前町で暴れてた魔物かよ。なんでてめえが。クリーピングコインとかいう疑似生命体ですわ。もともとは敵が作ったものですけれど、私お金の扱いは少々得意なもので。ではでは、ごきげんよう。お約束通り、その財布は丸ごと差し上げます。あれほど欲しがっていたお金と、ごゆっくりお過ごしくださいな。まったく、か弱い乙女一人を暗殺するのに一体何人差し向けてるってのかしら、あのクソ議長は。いえ、お排泄物議長はなどと言い直したところで、もはや気にする者も誰もいないのですわね。ギルドマスターの権利を強引に剥奪されたと法に訴えたところで、議長にもみ消されるのがオチでしょうし、そもそも私自身、叩けば埃が出る身、資財を奪われれば他に頼るべきものも何もなく、回収したクリーピングコインも今のでもう一枚残らず使い切ってしまいましたし、金の切れ目が命の切れ目ということなのでしょうね。これ以上そう長くは追っ手をしのぎ続けるなどできそうにありませんわ。あのお姫様のこと散々にアマちゃんだのと罵倒しておきながら、私も結局甘かったと、そういうことなのかしら。こっちだ、こっちに逃げやがった、間違いねえ。あいつをやれば一攫千金らしいぜ、絶対逃がすな。そんな簡単に儲けさせてなどやるものですか。もう歩くこともできませんか。こんな時だというのに、我ながらはしたない。これほどひもじさを感じるなんて、いつ以来ですかしら。何やら懐かしくすらありますわね。子供の頃は好きっぱらなど当たり前のことでしたのに。いたぞ、あそこだ、倒れてる。よし、チャンスだ。貧しさからのし上がるため、他人を蹴落とし裏をかき、ひたすら汚く金感情のみに邁進してきた私にとって。追いついたぞこの雨。やっちまえ。お似合いの末路というやつですわね。この
土木臭い路地裏は。王家の装備、腹八分目パワー！なあ！あんたはライトニングバインド！クレジットさん、ご無事ですか？お姫様！なぜこのような場所に？見てわかんないの？あんたを助けに来たに決まってんでしょうが。そういうことです、V！ ですから、それがなぜだと。残念でしたわね。助けた感謝料を背広うというのなら当てが外れております。私にはもう一銭たりとも残っておりませんのよ。そうですわ、気づいてきた富もリッチモンド商工会も私にはもう何も残されてなど。本当にそうですか？あなた、クレジットさんの秘書さんはお城の警備の人に止められても私のところに駆け込んできてくれたんです。あなたのことを助けてほしいって。クレジットさんが秘書さんの雇い主じゃなくなった後なら、秘書さんのしたことはお金とは何も関係ないことじゃないですか。誤解しないでくださいね。私としては労働環境の悪化が見過ごせなかっただけです。天下りの貴族からセクハラを受けるくらいならば、ブラック企業の方がまだマシだと判断したまでのことなので。あなた！ですが、ご無事で何よりでした、クレジット様。というわけですから、よかったですね、クレジットさん。勝手に、よかったことにしないでくださるかしら。秘書が助けを求めたとしたって、お姫様が私を助ける理由はないでしょう。なぜならそう、私はお姫様、あなたを暗殺しようとしましたのよ。そうなんですか？ええ、この前ご一緒した際、たこ焼きに毒を持って差し上げるつもりでしたの。残念ながらレイジレギオンに先を越されてしまいましたけれど。ですがクレジット様、それは事情があったからで。その事情もまた私の身から出た錆、貴族たちに取り入って復興事業を斡旋させたり、会計のごまかしなどをしたせいで逃げ道がなくなってしまいましたの。あんたそんなことしてたの？でもクレジットさんが私を殺そうとしたっていう証拠がありません。結果的には何もされなかったわけですし。そうね、私なんて本当にペコリーヌのことぶっ殺しちゃうところだったし。そういえばそんなこともありましたね。確かに立場を利用してお金儲けしたのは悪いことですけど、でもそうして蓄えた資産とかギルドの権利とか全部なくなっちゃったんですよね。秘書さんから聞いてます。じゃあもうクレジットさんから取り上げるものなんてないじゃないですか。罰することなんてできないですよ。処罰しないとおっしゃるの？
私の在下をろくに確かめもせずに。はい、無罪放免です。あとよかったらこれをどうぞ。これはおにぎりです。クレジットさん、お腹空いてるみたいですし。本当に甘ちゃんですわね。これだから生まれに恵まれたお姫様は。パンタね、知らないんなら教えてあげるけど、結構苦労してんのよこいつも。一時はみんなから忘れられて、何もかも失って、一人ぼっちで野宿したりバイトしたりで食いつないで、魔物や暗殺者に殺されかかったりとかね。より高いものなどこの世にございませんでしたよ。第一、私を無罪放免ですって。国家の最高指導者がそのように甘ったるくて市民魍魎のはびこる社会を切り盛りできるなど思わないでくださいまし。そうですね、返す言葉もありません。だから私はあなたのことが嫌いなのです。考えなしでエコひいきで人をおにぎりなんかで釣ろうとして、そんなあなたが、私は こんな私ですけど、これからもクレジットさんのような優秀な方に助けてもらえればとってもありがたいです。私はあなたに忠誠を誓いますわ、ユースティアナ陛下。レイジレギオン、どこの馬の骨か知りませんが、そろそろ教育してあげましょう。セブンクラウンズの
恐ろしさについて。次回プリンセスコネクトリダイブ第2部7章闇から伸びる手、もう一度君とつながる物語。さあお仕置きの時間です。ちょっと、やっぱりいいお湯、気持ちいい。いろいろ大変だったけど、無事にソルオーブも見つかって、岸くんとはお土産選びとかできて楽しかったな。でもあのミソラちゃんって子、どうして私だけを特別扱いしてたんだろう。それに夢の中で彼女が作り出した違う世界の光景、なんだか見覚えがある気がするのに、思い出そうとするとすごく気持ち悪くなっちゃう。もしかしてあれと関係あるのかな。誉さんやノエムちゃんが私をこの世界が歪んじゃった原因だって、そう言って小悪の根源って呼んだこと。レイちゃんやヒヨリちゃんも最近私に言いにくいことがあるみたいだし、二人はきっと私のためにそうしてくれてると思うけど、でもなんだか怖い。私の知らないところで何が起きてるんだろう。これから何が起きるんだろう。私怖いよ。あれ奥の方に誰か入ってたのかな。暗くて見えなかった。注意書きに、深夜は婚欲って書いてたような。あっち向いてた岸くん、絶対こっち見ないで。待って、だって立ち上がったら見えちゃうかも。それに私のことも見られちゃうかもだし、わあどうしよう、お互いに動けなくなっちゃった。っていうか今私岸くんと同じお湯に浸かっちゃってる。そう考えると頭にどんどん血が昇って、プシュー、なんとか。大丈夫、唇を噛んで太ももを思いっきりつねて、その痛みで気絶しないようにしてるから。でも力を抜くとすぐプシューってなりそう。こ
ここは何か、この状況を考えなくて済む話題を。ねえ、岸くん、お宿のご飯、美味しかったよね。温泉卵とか、風呂吹き大根とか。ありがとう。その美月さんの治療で夢の中でのショックからは回復したんだけど、一人で温泉に入ってたらなんだかネガティブになっちゃって、ちょっと落ち込んでた気がするけど、でもこんな状況だけど、岸君の顔を見たら怖い気持ちとかどこかに行っちゃったみたい。岸くんはやっぱり優しい。ダメだよ。岸くんはこんなに私を心配してくれるのに。でも気持ちが抑えられない。岸くんが優しすぎて、もっともっと甘えたくなっちゃう。あのね岸くん、もしもだよ、もしも私が悪い子で、この世で一番悪い子だったとしても、それでも岸くんのこと呼んでいい？岸くんに助けてほしいって願ってもいい？ありがとう。岸くんがいてくれるなら私きっと大丈夫。何も怖くない。だって私が一番怖いのは岸くんに嫌われちゃうことだから。岸くん、これからも一緒に冒険しようね。ずっとずっと。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。